手のひらのような葉を隙間なく広げるユニークな観葉植物、シェフレラ香根。花の名は19世紀ドイツの植物学者にちなんで名付けられたそうです。シェフレラ香根は葉に厚みと丸みがあり、隣り合わせの節と節の間が詰まり、バランスよく茂る園芸品種です。明るい葉の中央に黄色い斑が入る種類もあります。日光の少ない場所でも耐える植物ですが、長い期間日陰に置くと軟弱になるので、半日陰くらいの場所に置き、時々直射日光に当てるようにすると良いでしょう。日に当てた方が葉の色艶も良くなり、より健康な株に育ちます。夏に室内から外に移す場合は、いきなり直射日光には当てず、最初は半日陰の場所に置いて徐々に慣らしていくようにしましょう。乾燥には比較的強い植物ですが、生育期間中の春から秋は水を欲しがるので、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えてください。冬は土の表面が乾いて数日経ってから水を与える程度で良いでしょう。冬場はあまり成長しないので乾かし気味にします。肥料は生育する5月から9月に、観葉植物の置き肥などゆっくりと効く固形の肥料を2ヶ月に1回株元に与えてください。水はけの良い用土を使用してください。鉢の底から根が出てきたり、水をやってもなかなか染み込まないようになったら根詰まりになっている証拠なので、植え替えを行いましょう。シェフレラ香根の美しく艶やかな緑の葉はお部屋のインテリアにも映えて素敵ですね。